なんか初めはちょっと下向きづらかったんですけど、うんうん、なんか全然下向けます。こんにちは。こんにちは。今から施術をしていきたいんですけども、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。はい、1ヶ月ぐらい前から朝起きた時に首とか肩周りが固まっている感じがしてて、しんどいなっていうの と、うん、と母親からあんた猫背やでっていつも言われるので、それがちょっと気になるなっていう感じです。なるほど。ご自身では猫背と首肩の症状どっちが気になりますか？今でしたら。今は首肩の方が気になります。朝は毎日重たいですか？痛みとかは出ないですか？いや、痛みよりかは硬いっていう感じがします、うん、なるほどなるほど。かしこまりました。じゃまず動きの確認だけしたいんですが、首できる範囲でいいのでぐるっと回してみてもらってもいいですか？逆回してみてもらって、今は動かしにくいとか突っ張る感じとかそういうのっていかがでしょうか？今はなんか動かしにくいっていうよりかなんか、うん、ボキって言ったりとかします。ボキって言ってましたね。はい、痛くはないですよね。はい、OK です。じゃあ今度は横向きになっていただいて、首をゆっくり下向き上向きってやってみましょうか。この時はどうでしょうか？痛みとか突っ張り感とかそういうのは特に出たりはしないですか？ちょっと下向いた時に突っ張る感じがします。うん、上は大丈夫ですかね。はい、あと胸張った感じ、胸張りにくいとかそういうのはいかがでしょうか？は大丈夫です。うん、OK です。OK です。はい、ではですね、あと肩幅し開いていただいて、できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。OK です。OK です。手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。この時は痛みが出るとか、突っ張る感じとかそういうのはいかがでしょうか？はないです。大丈夫ですか？はい、OK です。今からね、見ていきますので、横のベッドに移動お願いします。はい、ゆっくり左に向きます。楽にして、だらーんと。今度右向いて、また楽にして、だらーんと。大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふーっと。座りましょうか。足を伸ばしたままお座りください。ゆっくりと後ろにも垂れてきてもらってもいいですか。で、首の後ろ、ここで両手を組んでもらって指と指をしっかりと結んでおいてください。で、下向きます。一旦脇を閉じた状態で、ここから胸を張りましょうか。ゆっくりと胸を張って持たれます。で、肩の力だらもう一度脇閉じで、背中丸めましょうか。ゆっくりと後ろに持たれます。もう少し持たれて、で、背中丸めてもらってから、はい、もう一度ゆっくりと持たれます。大きく息を吸って、はい、吐きながら後ろに持たれます。はい、 OK です。フォローしましょうか。これで軽く首回してみてもらった感じ、今いかがでしょうか？あ、なんかさっきよりも楽な気がします。あ、オッケー。上向く下向くはいかがですか？あ、下向きやすくなりました。よかったです。左足を曲げてもらって、お尻もう少し前に行きましょうか。両手をもらいます。ちょっと引っ張りますよ。両肘曲げた状態で、このまま楽にしておいてください。大きく息を吸って、
はい、吐きましょう。今度逆向きでお願いします。右足を曲げた状態で両手をもらいます。引っ張りますよ。肘曲げて楽にしておいてください。で大きく息を吸って、はい、吐きましょう。上向きで寝ましょうか。足を伸ばしたまま楽にしておいてください。ちょっと骨盤周りを押していきます。慣れてもらいます。一旦腕の力だらーんと楽にしてもらって、軽くもたれましょうか。で手を後ろに回した状態で後ろにゆっくりともたれます。今度逆向きでお願いします。握ってもらいます。一旦腕の力だらーんとゆっくりとね、大きく息を吸って、はい、吐きます。右手を後ろに回した状態で後ろにゆっくりと持たれます。だらーん、
いですよ、ゆっくりと起き上がってください。全部清掃が終わりましたけども、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？はい、大丈夫でした。よかったです。じゃあまた動きの確認をしたいんですが、まず首からさっきと同じようにゆっくりでいいんでぐるっと回してみてもらってもいいですか？逆回してみてもらって、まあ最初と比べて首動かした感じはいかがでしょうか？なんか範囲が広くなったような気がします。あ、保健室 OK です。じゃあ今度横向きになっていただいて、でまた首ですけども下向き上向きってやってみてもらってもいいですか？首は動かした感じ、今いかがでしょうか？なんか初めはちょっと下向きづらかったんですけど、うんうん、なんか全然下向けます。大丈夫ですか？よかったよかった。あと胸張った感じって今最初と比べたらどうですか？は初めからちょっともともとそんなにあんまり変わらなかったので、ここはまあ一緒ぐらいかなっていうところですかね。 OK です OK です。ではですね、肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので前と後ろ前屈と後ろ後屈をお願いします。では手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。今腰は動かしてみた感じはいかがでしょうか？なんかさっきよりついできました。あ、ちょっと やりやすくなったかなというか柔らかくなった感じですかね。はい、OK です OK です。矯正術を受けられてなんですけども、感想っていかがでしょうか？なんか痛そうやなと思って来たんですけど、全然痛くなくて、なんか首周りも動きやすくなったし、うんうん、なんかなんとなく猫背じゃなくなったかなみたいな感じがします。まあ、あとはね、お母さんの判断っていうところかもしれないですけど、あとは、まあ、朝ね、明日から起きた時に、まあ、首肩周りがどうなってるかっていうところだと思いますので、一度様子見ていただいてもいいですか？で次回もまた今日みたいな形で整列はしていこうかなと思いますので、一回ちょっとこれで様子見てください。ありがとうございました。